刻は午後7時を回りました。皆様いらっしゃいませ。週に一度小座の街に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトにおしゃべりを楽しむトーク番組です。お届けしますのは鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しておりますタレントの前城美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくです。さあ12月25日クリスマス、クリスマスですが今日もゆるゆると、いやそんなテンション高くは放送しませんありがとうございますはい、ゆるゆると放送していきます。まずはですね、去った12月22、23日ありました青い夏、見に来てくれた皆さん本当にありがとうございましたね。本当見に来てくれた人ね、本当面白かったって言ってくれてね、本当にありがとうございました。泣いて、本当泣きながら出てきてくれる人もいて、すごい嬉しかったでございますね。コメントくれてますけどね、織友さんとかね、銀トロさんも見に来てくれてありがとうございました。テントさん、タイゴさん、シーサーさんもコメントありがとうございます。まず実はね、青い夏このラジオでがきっかけで生まれた物語でございましてね、私が主演をね務めさせてもらえて本当に本当に良かったでございますね。キョラクさん、そしてね共演したねユーナ、キョン、リョウ、本当にありがとうございました。でこのね物語は夏も秋も冬もずっと青い時代を過ごしていたいというちょっぴり青臭い物語だったんですけれども、まあ笑えてちょっぴり泣けてちょっぴり切なくてあったかくなってくれればなと、そんな舞台でございましたが、すごいもうツイキャスがもうみすゞの話よりもゲストの方に集中して、すごいもんいい、終わるよじゃあ終わるよ話今日のメールテーマこれでございます。クリスマス、まあね、さっきも言いました通り可愛いゲストさんがねいっぱい来てますのでね、クリスマスに関する話題とか、まあいろんなことをねわちゃわちゃっと聞きながら放送していきましょう。で、私はね全然クリスマス感はゼロでございますが直前まで忙しかったのでまあでも今日はねあなたのクリスマスの思い出とか、まあ、こんないろんなクリスマスあるあるだとかいろいろ書いて送ってきてください。もちろんメールテーマに全く関係しないメールでも構いません。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス0989348653、 0989348653までぜひぜひお寄せください。そしてねツイキャスでネット配信もしておりますので、コメントはねもうさっきからいっぱい来てるけど、もうねゲストに関することだけしかないから読まないあ、でもこれありますね、織友さん25歳の高校生にキュンキュンしてたもう年を言わないで、25歳の高校生ってもう犯罪集がすごいからさいやいや、でも来てくれてありがとうございました。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りいたします。ここで今月のプッシュナンバーです。シベリアンスカンクでガジュマル。はじめまして、また会えたね、またこの場所で、いつもありがとう。「さいにして逃げていた」
お届けしましたのはシェベリアンスカンクでガジュマルでした。鈴カフェをお届けしてますのは前白美鈴です。さあもうコメントがもうすごい、もうゲストのことでうるさいから紹介しようね。さあ、本日のお客様ご紹介いたしましょう。私もね所属しておりますカラーズからご当地アイドルピラパラことピラノパールさんとパッケマランドの皆さんです。よろしくお願いします。こんばんは。せーの、ピラノパールスあとパッケマランドです。よろしくお願いします。うわー久しぶりに聞いた、久しぶりに生で聞いた。一応自己紹介する、はい、じゃあ、はい、はい、17歳になった。17歳になります。はい、はい、ピラノパルス17歳かなです。よろしくお願いします。お願いします。はい、パッケマランド13歳のリナです。よろしくお願いします。はい、最年少。そしてはい、パッケマランド14歳のキララです。よろしくお願いします。はい、お願いします。月かなは、はい、鈴鹿4回目かな、4回目。でも去年の11月ぶりぐらいなので約1年ぶりぐらいですね。久しぶりですね。でキララとリノは初めまして。初めてです。ほんとよく、ほんとあのミスズもさっき気づいたんだけど、リノが最年少らしいですよ、鈴カフェ。13歳。ね、いやーもういっぱい喋ってて、もうじゃあ初めましてなので、ね、はい、まあ、ゆるゆると楽しんでいきましょう。お願いします。でもまあね、みんなもね週に1回ラジオやってるから、もうラジオはもう全然緊張しないんじゃない。でも違います。違う、はいはい、4人でも全然喋ってんじゃん。はい、でも緊張します。あ、嘘でしょ。そうなんだ。あ、だけどいつもよりちょっとミスさんがいるから、うん、心強いっていうか、ね、安心感はありますね。言わせてないですよ。全然言わせてないですよ。もうね、私が本当先週末まで高校生を演じてたばっかりに、自分のコスプレ感がすごくて、自分とは違うフレッシュ感にびっくりしちゃってる今日この頃。まあ、でもあれだからな、はいはい、制服がコスプレになる日なんてすぐだからな。本当にすぐ来るからな。もう1年ちょっとだって、もう本当高校ももう2年生でしょ。もうコスプレになります。なりますよ、はい、やばいんじゃない。本当に怖いわ。だって出会った時、はい、小学生だったんすよ。好きからに関しては。でもリノキララに関しても出会った時小学生だったんですよ。はい、はい、もうやだ、もう。そりゃ年取るよ。ほんと早いな。まだ中学生の制服着て、高校生の制服着て、 JC?JK やってるわけでしょ。少なかった本当。でも本当、私も高校の時のスカートまだ履けましたから。え、すごい。履けましたから。リアル、あれはリアル私の高校生の時の制服ですから。わ、見た。下はね、そう、スカートはね。そうなんですか。スカートはね。まあでもね、本当そんなことはどうでもいいんですけれども、今日はね告知で来てくれましたね、はいはい、今回の告知は何でしょうか。どうぞ。あ、はい、そんな譲り合い12月29日土曜日に、6年間ありがとうございました感謝祭、ピラパラの涙なんていらない、楽しく笑って終わりましょうライブがあります。長いな、まあ、長いな。そうね、ピラパラ、まあ、ラストライブということで、はい、あー、もうこれ聞いた時もすごい悲しかったよ本当。だって6年、そう、本当6年、私が入った時から、あ、入った時というかね、ここでカラーズでちゃんとお仕事させてもらってる時からが、なんか同じぐらいのちょうどスタートで、はい、ピラパラが、ああ、そうなんか出会ったので、いやーちょっと寂しくなっちゃったね。寂しいね。本当ね、本当。あれだよね、なんか6年か、なんか6年間でみんな、はい、じゃあ一人一人聞いていくんだけど、なんか一番これがすごい思い出に残ってます。一番、あ、どうしようかな、なんか悩むね。ある人、じゃあ一番目に言いたい人。待って、めっちゃ急に振られた。いや話しますよ、ラジオ、それはラジオですか。え、言っていいですか。いいよ、じゃあカナから。カナは、おととし。あ、去年だ。去年出た、うん、遠征の時に出た、うん、サマーソニック。あー、サマーソニック。すごいもんね、あのフェス。いやー、サマソニに出るってピラパ知った時びっくりしたもんね。カナもびっくりしました。ねえ、ほんと、ね、楽しかった。楽しかったです。すごいアーティストさんもいっぱいいて。はい。いやー、いいね。どこだった？東京か。東京ですね。いやー、
みんなもびっくりした。びっくりしました。もう本当にびっくりしました、ね、こんなに大きいイベントに入れると思わなかったからね、2人あの月とか1人だけの時にピラパでね、うん、いやー他に次は去年のやっぱり演劇、まあ、本当に初めて演技とかするからすごい緊張したし、うん、なんだろう、次はセリフとかそういうの覚えるの苦手なのに、うん、動きもつけたり表情もつけたりセリフも言わないといけないだったので、もうすごい緊張した。先輩方もたくさんいる、そうだね、中でやったので超印象に残ってますね。確かにね、あれはカラーズ演劇史上最多人数でしたもんね。そうですよね、本当に本当、いやでも楽しかったっしょ。楽しかったです、やっぱり演劇、まあ、演技どうよ、えみんな楽しかった、女優に転向しましょうよ。えキラは何かありますか。キラは前まではこのピラノパールス研究生として活動してたんですけど、このキラが中1の頃の4月に、うんうん、はい、あのパッキマランドとしてなったことが一番、うん、研究生からパッキマランドに入れた、うん、私みたいな、うん、あーもうかわいい、もうやだ。あーかわいい。リノは、リノはあのやっぱし一番最初に研究生の頃に出たライブが思い、逆に、はい、あれね、T シャツ着てね、ピラパの T シャツ着てね、いや見たわ、もう可愛いな、もうみんな本当本当ね、6年間ね、いろんなことがあり、いろんなメンバーも交代し、本当最後ねこの4人でね6年間、感慨深いわ。感慨深い、意味わかる？わかります。本当か、わかってるか。あーすごいな、まあ、本当あのさっきもあったんですけど別々って言ってますけど、そうなんですよ、ピラノパール、まあまあでも、まあ、一緒に活動はしてますけど、はい、あのあれです、わかる人にはわかる、V6 の神セントリゼみたいなもんです。わかるよね、わかるよね、よ大丈夫だよね、よく言われる、言われる、本当本当、そういう、はい、そういうもんですよ、はい。これはね知ってる世代が分かれられますけど。このねピラノパールさんとパッキャマランドで活動してで、はい、この一番自分のなんか糧になったことというか、このアイドル活動しててこんなことが良かったなって思うことありますか、はい、なんか自分のためになった、それじゃためになったとか、こういうことがなんか自分の今これから、まあ、これから先も生きていく上でこういうことが自分の糧になってると思うみたいなことありますか。ありますね、やっぱりいっぱいあるよね、うん、なんだろう、やっぱラジオとかもさせてもらえたし、うん、やっぱライブとかもたくさん出演させてもらったおかげで、なんだろう、こんなに喋れるようになって、うん、本当だよ、こんなに喋れなかったんです、喋れなかったよ、本当全然、今実はびっくりしてる、はいとかしか、はいはいしか言えなくて全然こんな喋れなかったのに、喋れるようになったりとか、ラジオもね、うん、進行とかもできるようになったりとか、本当成長してる、あの頭が多分良くなった頭の回転がね、本当に頭が良かったんですよ。歌の歌詞とかも超えられなくて、毎日ライブでも間違ったりしてて、うんうんうん、頭良くなりました。ピラパやってね、はい、頭良くなりました。面白いそれ、めっちゃ面白い。カーラは、カーラなんだろう、忍耐力、おー、ついたと思います。なるほどね、もう、もうね、やっぱり楽しいだけの世界ではないですからね、うん、まあ、そんな レッスンもいっぱいしたでしょうし、はい、うわーいいね。キラは、キラはまずこの入る前とか、うん、もう全然自分に自信がなくて、もうなんかちょっと恥ずかしいみたいな、人前に出るの恥ずかしいなってずっと思ってて、うんうんうん、だけどどんどんレッスンとかライブ重ねていくうちに自分に自信を持ってきて、あれだな、しっかりしたな、みんなな、こんな喋れる、こんな喋れるようになるなんて、すごいな。まあ、リノは、リノはもうなんかいつもライブしてて思うんですけど、うん、なんかやっぱしライブしててそのファンの人とか、うん、見てくれてる人とかのなんか笑顔とか見るとやっぱりやってていいよかったなと思います。みんな台本書いてきた？書いてきてないです。私今初めてこれ振るけど、すごいね、ほんと喋れるようになったね、ほんとに嬉しいわ、もうほんと、うわー待って、今すごくみんなの成長を感じられて、ミスズはちょっと泣きそう。ありがとうございます。いやー成長してるよ、全然、だって1回目2年、一番2年前とか3年前とかに来てもらった時は全然ね、全然喋れなかったもんね、緊張緊張
で、ね、何も喋れないみたいな頑張った頑張ったもんミスでこの話振ったら喋るからこの話振ったら喋るから頑張ったけど、いやちゃんと帰ってくるようになったわ。もうほんとちょっとおばさん泣きそうだわほんとまあね、でもね、でも唯一恵比寿が変わらなくて嬉しいのは月のサイズ感、はい、サイズ感もう多分変わってないですよ ね, ねいいよねいいよね、これからもちょっとは変わったんですけど、やっぱみんな周りが大きくなっていくから全然変わってないように見える、ね、見える大きくなってでも、ね、でも顔がすごく大人になってる、やったっ、うん、めっちゃ大人、ね、嬉しい、ほんびっくりしたもん、入ってきた時あれみたいな嬉しい次3年後ぐらいから飛んできたからやったいやもういいね、ほんとみんな大人になるわ、ほんとに今後はなんか今後まあ今後ピラノパールさんのパッキャマランドがね、まあラスト終わって卒業してってなったら、今後なんかじゃあこういうことしてみたいなっていうことありますか、なんか逆になんか私女優になりたいとか、なんか、まあ、この世界も楽しかったけれど私パイロットになりたいとか、なんかシチュアーデスにシチュアーデスって言わんか今キャビンアテンダントになりたいとか、なんかありますか、なんか、なんか挑戦してみたいこと、皆さんラストライブで、あ、いいよ、じゃあそこでお楽しみにしとくか、そうですね、じゃあジャーライブに来てくださいすごいここに繋げるんだね。いやかなっといわ。来てます天童さん。今日の鈴さん。近所のおばちゃん感が半端ない。いやそうなるでしょうよ。そうなるでしょう。だって八個も。もうちょっと待って。あの本当にリアルなお父さんがコメントしてくるのやめてもらっていいですか。ガチパパがね。若さに分かってないよねじゃないよ。本当。あなたが産んだ私、あなた方が産んだ私ももう25になりましたからありがとうございます。リアルリアル大地にあちょっと待って、あのパパだと思ってたのが兄だったみたいですっていうっていうことで、あのちょっと引っ込んでもらっていいですかね。ちょっとあの家族でラジオ聞くのやめてもらっていいですかね。めちゃめちゃ仲いいですね。仲いいですよね、本当。いやもう。恥ずかしいわ。でもめっちゃ恥ずかしいんだけど。はあ、中野町の和樹さん、ミスズ兄貴がユニット組んでたらどんな立ち位置だったの？だって一回やったよね。やりましたよね。ピラノパウルスと3人で、はい、小沢来劇場で3人で歌って、覚えてないなこの顔は。鈴さんが何やった覚えてる？覚えてます。覚えてる？はい、一緒に歯開きとかを。あ、やったやったやった。あーもう。やりました。もう黒歴史、黒歴史です。いやー恥ずかしい。まあそんなこともありつつね。いやーまあ年は取るもんだ。ほんと。いやーいいわいいわ。ラストライブじゃあどんなライブにしたいっていうのを聞いていきましょうか。一人ずつ。どんなライブにするんで、ぜひ皆さん遊びに来てくださいっていうの。やっぱりね、うん、ライブ絵にもある通り、うん、ピラパラの涙なんていらない、楽しく笑って終わりましょうライブなので、うんはい、泣かないようにね。カラ泣くでしょ。そうなんです。泣かないですよ。今もちょっと泣きそう。泣かないですよ。泣かないですよ。ライブもちょっと泣きそうだった。泣きそうだった。できるだけ、なんだろう、思い出を振り返って楽しく、楽しく、うん、泣いてもいいけど、楽しかったねっていう笑いで、なるほどね、楽しい感じでやりたいなって思ってます。カナは？このライブはあれなんですよ、カバー曲、今まで歌った曲を全部歌う勢いの、勢いだけはね、勢いの心持ちは、ちょっと今のちょっと面白かったな。心持ちは今までやったカバー曲も全部歌いますが、多分時間とあれ体力的にできませんでも、はい、まあ、一応それぐらいの曲数、うん、なるほどね、いっぱいやりますと、はい、なので最後まで喉を潰さないように、うん、ラストだからって、はい、調子乗って、うん、笑って楽しくライブにしたいです。はい、いいね。キラは？キラはこのピラパラ史上最強の一番熱いライブに、うん、わいいじゃないですか。いいね、暑いっていいね。うん、リノは？もうリノはなんかもう本当に最後で
もうやっててよかったみたいな感じで思えるライブでした、うん、なんかもうよかったなって、はい、ね、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと感動もありつつだけど、まあ、本当に楽しく、うん、はい、2時間ぐらいやるのかな、結構あるよ、このぐらいですね、それぐらいあるよね、頑張ってよ、はい、20区間29です、29区間、まあ、あとでね、告知もね、ちゃんとやりますけれども、はい、コメント来てます、ハムさん、みんな乃木坂みたい、めっちゃ可愛い、わお、そんな、そんな、いやでも本当、でも乃木坂さんよりも古い、6年、あ、だって乃木坂さん同じぐらいか、同じぐらい、あの、の方が早いと思う、あー、もう失礼しましたあー、ごめんなさいいいね、ほんと銀太郎さん、ベルちゃんはきっと泣く、いやー、ほんと、卒業とかね、言うの弱いんですよねほんベルちゃん、ベルちゃん、私そうあ、ベルちゃんですかわいい、どうも、初めましてまあね、こんなね、かわいこちゃんたちがね、いっぱい来てるので今日のメールテーマ、クリスマス、聞いていきましょうか、イエーイ、一応聞いとくけど、はい、サンタさんはいるよ、いるよね、まだいる、いるよね、いるよね、え、今年のプレゼントはじゃあもらった、もらいました、はい、なんかさっき言ってたね、はい、なんだっけ、このズボンもらいました、あ、服だったんだ、服もらいました、なるほど、なんか2年ぶりに来たって言ったら、あ、そうなんですよ、中学校の時着てなくて、あら、久しぶりみたいな感じサンタさん久しぶりって言った、よかったね、ほんと、次何もらったの、次、旅行のチケット、チケットもらいました、なにそれサンタさん、いい太っ腹、旅にみんなで行きます、なにそれ、帰ってきますよ、沖縄大好きです、キラはキラは、あの、前のピラパラ学園でも行ったんですけど、うん、なんか、携帯の写真を、うん、このチェキにできる、あ、言ってたね、やつをもらって、ほうほうほう、あとなんかそのシーンじゃん、そうそうそう、フィルムを2個もらって、うんうん、しかも超可愛いんですよ、なんか柄があって、あー、フィルムがね、あー、可愛い、うわ、もう女の子だわ、あとはなんか、あの、リュックとか、あ、いっぱいもらったんだ、はい、靴とかももらって、あら、サンタさん、キーラのこと大好きじゃない、ま、前はもうベッドとかもらって、うわー、ベッド、キーラのサンタさん、キーラのサンタさん、サンタさん大好きよ、違うサンタさん、キーラ大好きじゃない、ほんと、いいわ、いいな、リノはリノは、なんか、いつもどうしたなんか、ラジオでも言ってたんですけどあの、フォーどうした財布の、なんか、あ、違う、ポー、ん？え？じゃあ、よくいつもリノが持ってるのは、うん、財布はポーチみたいなやつだったんです、はい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 、だけど、リノはなんか、なんていうんですか、長財布、長財布ちゃんとしたお財布っていうか、はいはい、はい、そういうのが欲しくて、なるほどなるほど、で、なんか、ちょっと、なんていうんだろう、高級感のあるそう、なんか、ブランドのが欲しいなと思って来ました、来た、もらった、はい、中1なのに、普通中1、本当なんだろう、リトルグリーンメンみたいなやつ持ってたよ、本当だよね、雑誌の付録、雑誌の付録、ね、雑誌の付録可愛いもんね、付録、雑誌の付録、懐かしいな、いいね、本当なんかこんな思い出に残ってるクリスマスがあるみたいな、なんかプレゼントもらったこともそうだけど、なんか過去にこんなすごいびっくりなプレゼントもらったとか、過去にこんなクリスマスがあったとか、キラじゃん、あのキラは犬が欲しくて、うん、超犬が欲しいみたいな、うん、で、その時にあのピアノ教室の帰りに、うん、あ、そう、なんかなんていうのかな、この、うん、ケージみたいな、ゲージ、あ、そうそう、犬、犬ね、作ってたんですよ、うんうん、で、なんかピアノ教室の帰りに、うん、あ、サンタさん来てるかなって、うん、自分の部屋に行ったんですよ、うん、で、なんかキュンキュンって来たんですよ、は、何と思って誰と思って誰あ、今日さ、あ、クリスマスかと思って、うん、ケージ見たらこのワンコがいたんですよ、わーおかわいい、で、もうこの、なんていうの、もう犬のなんかもういろんなものが置いてあって、犬のいろんなものおもちゃとか、そうそう、おもちゃとか、あ、そういうことね、うん、犬のいろんなものってそう、あの、なんか、あのシーツ、おとりシーツとか、はいはいはい、もういろんなものが置いてあって、もう
超嬉しかったです。じゃあ今でさっき見まくりました。たまにツイッターで出てくるあのワンコレ、はい、いやあれはじゃあクリスマスプレゼントだったわけだ。いい、ね、はい、クリスマスにもうあのサンタさんと一緒に行きました。トナカイに乗って犬が来たんだ、はい、すごいな。いやそれはでもびっくりやね。ワンコが来るのはびっくりやね。なんか次なんかある、はい、え次はすごい話したかったんだね。小学校か中学校ぐらいの時にたまごっちもらったのが、うん、おお、超流行ってたの分かる。はたまごっちって結構前じゃない。いやいやいや、小5ぐらい、めっちゃ前じゃない、うちの時。でもリラも欲しかったって思ったよ。何回か話してなかった、うん、何回か多分ブームがあるから、うん、あるある、その時にもらったんですよ。第2代の2代ブームみたいな、多分そういう感じで超楽しかった。なんだろう、学校がいいとかもすぐ帰ってきてやるみたいな。白黒、白黒じゃないです、ちゃんとカラー、カラーもうやだ、可愛いですよね。たまごっちカラーなの。あれだよ、たまごっちはあのドットでできてるんだよ。ね、ね、ね、みんなね、あのこれぐらいの、あのこれぐらいのってラジオで言っちゃったよ。この本当に卵ぐらいのカラーなの。うわもう本当もうあれだよ、お世話しないとね、すぐお墓ができてるんだよ。いやマジか、卵っちそんなブームあったんだね。2回目欲しかったんだ。最近は LINEラインスマホでたまごっちみたいな、あの月ちゃんとかなちゃんからなんかやらないやらないみたいな招待来ました。あーたまごっちも進化するな。もう親父っち懐かしいよ。親父ほんとジェネレーションギャップ、ほんとに。いやー25はもうほんと若くないわ、ほんと。来てます、コメント。中野町の和樹さん、クリスマスってメンバーの子とか友達とかとどっかに遊びに行ったりするんですか、それとも仕事ですか、もしくはミスズ姉貴みたいに家でくつろなんでミスズ家でくつろいでる前提だもん。家でくつろいでるけど。いつも通り家でくつろいでるけど、どうなんですかクリスマスは。クリスマスは24日とかは、うん、イブはやっぱ友達とかと遊んだりして、うんうん、25日は家族でお家でクリスマスパーティーとかして。あ、今か、あなるほどね、今からじゃ、はい、だじゃ、はい。カナは？カナは家族でチキン食べました。あいいね、チキンね。リナは？なんかいとことかでみんなで集まってクリスマスパーティーします。まあいいね。リノは？リノはいつも24日にパーティーしてで寝て。あクリスマスが来てる。あプレゼントが来てる。あもうそれはねすごい、もうそんな甘酸っぱい時代終わった私。もういいな、なんかもう若い。心の気持ちがすごい。じゃあこれからもらったけども、はい、サンタさん本当は私こんなプレゼントが欲しいです。じゃあ来年でいいよ、来年どうしようかな、ある来年これが欲しいです。じゃあキーラから行こうか。結構高級なの。あんなにもらってまだあるの。待って、めっちゃあるんですキーラ。めっちゃあるんです。物欲がすごいわ。あのなんか、うん、この高級なお店、高級なお店、あのなんか高級感、なんかここで知るじゃない。パッケマランド2人とも。まだ中学生でしょ。まあでもいいや、高級な、高級な、なんか財布とこのカバンがおそろになってるやつが欲しいみたいな。まさかと思うけど、なんかもうコーチとか持たないよね、まさか。それが欲しいです。もうダメだよ、中学生で持っちゃダメだよ、それ。3万円差もダメだよ。ダメだよ、もうほんとみんなチャオの付録にして。本当に本当お願いしたい。うわもう怖い、もうリノは。リノ何が欲しいかな。リノもあの犬アレルギーなんですけど、うん、犬が欲しい。あ可愛いもんね、可愛いもんね。なんか欲しいのある、ピラノの2人は。なんかな、あ去年、うん、クリスマスコフレみたいなもらったんですよ。コフレ、はい、クリスマス限定のクリスマス仕様のお化粧品みたいな、うん、あら、うん、それを来年も欲しいです。あもう、もらうものがもう20代じゃないですか、もらうのもらうものクリスマスコフレって次は次何が欲しいんだろうな。あんまりもうあんまり何が欲しいんだろうな。お家が欲しい。おい、一人暮らししたい。おい高校2年生。おいそれはダメ。
もうやだもうやだあれサンタさん、私はですね、濡れた髪にも使えるヘアアイロンが欲しいです。あれいいんだよってちょっと話し始めたらちょっと過ぎるんでこの辺で一応一曲いってみましょうかね。ペラパの曲流しますか。じゃあはい、お願いします。じゃあ曲振りお願いします。はい、それでは私たちピラノパールソンのパッキマランドから聴いてください。ナワのフォエバー。思い出が弾け出す。この道なんぼ通っただろう。落ち込んでため息、不安な気持ち。気づいてくれた優しさ。わがまま気まま。
さあ、マイシロミスズの鈴カフェ、マイシロミスズがお届けしております。ゲストにピラノパールさんとバッケマランドのみんなが来てくれてます。よ、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、メール読みましょう。はじめまして、ピラパラの4人が出るということで応援のつもりで投稿します。 V ジュニアさんかな、マース。私はたまに急にあっちからかな、ありがとうございます。私はたまに急に調理器具を買いたくなる時があります。スライサーとか人参しりしりするのとか、何種類かがセットになって何百円だとか、一番最近は魚を焼いても煙が出ないという、あれねとか、マイシロさん、かなちゃん、つきちゃん、キララちゃん、リノちゃんはこれちょっと欲しいな、でも我慢してるっていうのはありますか。あ、もうさっき言ったストレートアイロン自分で買うのもなって思ってる。でも自分で多分買わなきゃいけなくなる日が来るんだと。なんかありますか。次はキャリーケースが欲しいんだけど、なんかでも買おうか買わないか悩むとか。いいねいいね。カナはローファー欲しい。あー、わかる、わかります。もう高2だから今買わんとみたいな。でも買ったよミス。買いました。1年必要だもん。ですよね、お願いしますお母さんに頼みますね。キラは、キラはあの月ちゃんみたいなこういう小さいカバン。あ、でもなんか入らないんでしょ、キラいっぱい物を入れられちゃう。わかる、だからやばい、こういうちっちゃいカバンだけで行動してる人は信用できない。うん、え、キラも何ですか。え、財布と携帯だけとかリップだけ。そう、キーラーなんかタオルとかいつも3枚とか持ってるんですよ。だからなんか忘れても、みんな忘れた時にじゃあもう貸してくれるから無用のポケットみたいな。本当にみんなパンソーコってハンカチとかね。もうや、見せパン、見せパンだよ見せパンって。ちょっと待って、毎回あの一人がすっごい忘れるんですよバッツをすっごい忘れてる。待って、めっちゃ面白いな。カードしたからやばい。でも欲しいものを聞いたらキーラポン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 出てくるんだよ、すごいわ。リノはなんかある？リノめっちゃありますよ。もうなんかいっぱいありすぎてあれなんですけど、リノもみすずさんと一緒で、ヘアアイロンずっと言ってるね。壊れるのよ、ちょっと濡れた髪でやったらすぐ壊れるから。もういいのが欲しい、いいのが欲しい。サンタさんにお願いしよう。メール、こんばんは、鈴カフェの店主ベルちゃんこと素敵なみすずちゃん、ありがとうございます。そして可愛いゲストのピラパラの皆さん、マスターの遠足くんということで、鈴カフェネーム今日もかしな銀のドロンボーンですということで、銀ドロさんいつもありがとうございます。今日のテーマクリスマス。今年は仕事って毎年仕事だけど、今年は夜勤。ずっと前にいた会社では過去バブル時代の頃、クリスマス前に社員30人ぐらい一人一人にでっかいクリスマスケーキがあったな。古き日の良い時代でした。ベルちゃん、青い夏舞台お疲れ様でした。あ、見に来てくれてありがとうございました。最初は感情移入しないように見てたけど、後半4人の演技に魅了されて引き込まれそうになっていた。ひとみさんが京楽さん反則だよって涙ぐんでたな。ありがとうございます、ね、写真も送ってきてくれてありがとうございます。すごい、いや JK だわ、青春したわ。続いてメール、ハイサイスーズ、ハイサイメリークリスマス。今年はサンタ役の男たちにどんなものを見つかせましたか。ほんと欲しいぐらい、見ついてほしいぐらい、そしてゲストのピラノパールさんとパッケマランド、略してピラパラの皆さんもメリークリスマス。メリークリスマス。今年のサンタさんはどんなプレゼントを置いてきてくれましたか。小さい子供の頃から一度もサンタが来ない家庭で育ったミーチューです。やめて、ほんと悲しくなるから。してクリスマスになるとプレゼントの準備で財布の中身が水のように流れていき、日常の生活がカツカツになるということで、今日のテーマは苦しみますですね。クリスマスですね。もうやめて、ほんと。もう中学生がいるから、ほんと。して、みちゅの親はクリスマスに興味がなかったらしく、クリスマスを祝う文化風習が我が家にはなかったので、クリスマスプレゼントを親からもらったことは一度もないのですが、スーズはいくつまでサンタの存在を信じている純粋な女の子を親のために演じて。ほんとこれやめて、ほんと。大体神様の誕生を祝う日に親にプレゼントを買ってもらうっていうシステムって何なんですかね。ちょっとよくわからなく、ちょっとほんと中学生いるからやめて、ほんとにこれほんと、もうここら辺ダメ、読んだらダメダメ、ほんとあのここら辺もあの多分ピラパが何欲しいかとか、サンタさんに何が欲しいかとかはあの放送を聞いたらわかると思うんで、あの割愛させていただきます。はい、はい、すず、青い夏大成功だったようですが、感動するお話を演じてる本人はどんな感情でお芝居をしているんですか。はぁ、そういう感情でやっております。はい、ありがとうございます。ということで、番組もね、やばい時間があれなので、パパッとコーナー行きます。お、すずカフェ一息の裏側ということで、心理テストです。皆さんも一緒にお考えください。さあ、いきますよ、次の選択肢から、
あなたがクリスマスに食べたいものを一つ選んでください。1、いちごと生クリームのデコレーションケーキ。いや、美味しい。2、ブッシュドノエル。ブッシュドノエル、わかる？この木の形してるチョコのケーキ。わかる？これ木、はいはい、木の丸太のね、形した。で、3、鶏の丸焼き。4、ローストビーフ。次の選択肢からあなたがクリスマスに食べたいものを一つ選んでください。1、いちごと生クリームのデコレーションケーキ。2、ブッシュドノエル。3、鶏の丸焼き。4、ローストビーフ。1が多いのかな？やっぱり。さあ、どうでしょう？カナカレ行く？4です。ローストビーフ。ローストビーフ。次。次2です。ブッシュドノエル。はい、チョコ好きやもんね。はい、チョコ好きなの？はい。次の1です。あ、デコレーションケーキね。はい。じゃあ、行きますよ、早速。このテストでは、あなたが今一番甘えるべき相手と逆に気をつけてほしい相手が分かります。さあ1からいきますよ。リノかな。いちごと生クリームのデコレーションケーキを選んだあなた、あなたが今甘えるべきなのは結婚相手や恋人、好きな人。あなたは一人で頑張りすぎてしまう傾向があって、結婚相手や恋人、好きな人は役に立ちたい、何かしてあげたいと思っています。あなたが甘えるのを遠慮しても相手を悩ませてしまうだけです。そしてそんな時に気をつけてほしいのはあなたの友達。あなたが結婚相手や恋人、好きな人に甘えないと、あなたのパートナーはあなたの友達に相談し、そこで新たな恋が生まれる恐れがあります。怖い怖い。いやもうドロドロな恋の続いて2、ブシドノエル選んだ2人、はいはい、あなたが今甘えるべきなのは、はい、親や兄弟です。特にあなた自身が金銭面で問題を抱えている場合、まずは親や兄弟に相談してみましょう、はい、援助もしくはいいアドバイスが得られ、現状を打破できそうです。ただ親や兄弟に頼ることを、結婚相手や恋人、好きな人に話さないよう気をつけてください。どうも雰囲気的にファザコン、マザコン、ブラコン、シスコンなどと思われやすくなっています、はい、ということで、はい、続いて3、鳥の丸焼きを選んだあなた、あなたが今甘えるべきなのは友達です。友人関係を大事にすることで、縁やチャンスが舞い込みやすくなっています。友人間のネットワークがあなたの人生にいい影響をもたらすでしょう。一方で今は仕事関係の人に相談事をしないよう気をつけてください。仕事関係の人からは厳しいコメント、否定的な意見、決まりきった助言しかもらえそうになく、自分の生き方に自信をなくしてしまいそうです。ということでラスト、カナが選んだローストビーフ。友達、恋人、誰ですかね。ということであなたが今甘えるべきなのは仕事関係の人です。おお、村田さんから。あなたの悩みを理解してくれるのは同じ世界にいる人たち。あ、ということはあると。じゃあ、あなた自身の成長のために周囲を頼りましょう。今は周囲もあなたにお願いされたら答えてあげたいという気持ちになりやすいみたい。親や兄弟に同じ相談をした場合、あなたを心配してブレーキをかけるようなことを言ってきそうです。そうするとあなたの成長はそこで止まってしまいますから、親や兄弟には相談しないように気をつけつつ、心配をかけないように自己管理をしっかりしてください。はい、ということで、はい、以上一息の裏側でございました。いかがでしたか。めっちゃいいですね。めっちゃいい。ためになる。ためになる。ということで、インフォメーション、告知いきましょう。はい、告知、はい、いきましょう。告知して、はい、します、十分して、はい、お願いします。はい、12月29日土曜日に G シェルターにて、6年間ありがとうございました感謝祭、ピラパラの涙なんていらない、楽しく笑って終わりましょうライブがあります。お、はい、はい、会場が、はい、13時で、開演が13時半になっています。毎日チケットが1500円で、当日が2000円になっています。はい、はい、この日はですね、ピラパラの元メンバーのねりねりとユアが大好きやもんな、大好きやもんな、はい、が出演してくれます、はい、ね、楽しみだ、ほんと本当にラストなので来てくれると本当に嬉しいです。はい、はい、G シェルター、はい、G シェルターなので、皆さんお時間作って、はい、ぜひぜひお願いします、来てください。お願いします。私は告知はあったっけ。あ、そう、この間、はい、あれ行った、奄美の撮影のやつが、大城由紀さんと行った、JALさんの、JALさんのやつだったんですけど、それが、そのコンテンツが本日より URにて流れておりますので、後ほどツイッターやフェイスブック、インスタでも流しますので、そちらもぜひぜひ見てみてください。ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックよろしくお願いいたよろしくお願いいたします。ピラバもあるよね、はい、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムあるので、はいはい、そちらのチェックもぜひよろしくお願いいたします。すべてのお問い合わせは098-923-3358、 098-923-3358 からずまでお願いします。エンディング。
エンディングでございますよ。はい、はい、1時間いかがでしたか。めちゃめちゃ早くて早い時間、最後時間足りない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 って言いながら喋ってましたけど、クリスマスね、一緒に入れてめっちゃ良かった。いや思ってるか、思ってます。ほんとクリスマスなのにみんな来てくれてありがとう。楽しかったです、ね、この後みんなあの家に帰ってチキンでも食べてくれて、いいね、楽しかったね。なんか言い残したことありますか。じゃあ一人ずつ一言ずつ何かありますか。はい、はい、なんか言い残したことっていうか感想なんですけど、なんかスズカフェ本当に早くて、もうやっぱ楽しい時間は早いんだなと思いました。もう嬉しいこと言ってくれるわ。言わせてないよ。本当です思ってます。言わせてないよって今日何回言ったか次はなんだろう、やっぱピラパラ学園、自分たちがやってるピラパラ学園とは違くて、なんだろうな、大人っぽい感じなんて言うんだろう、この見てる方との掛け合い、ほうはい、ごめんね。あの、掛け合いとか楽しかったですね、はい、楽しかったね。キラは、キラはなんか初めて来たんですけど、安心感があってすごいね、超なんか時間も早く感じて、もうとっても楽しかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。リノは、リノも初めてなんですけど、もう今日で一番楽しかったです、本当に。あら、超楽しい。あら、はい、すごい嬉しいわ、それはぜひあのね、まあピラバはね、卒業しちゃうけれども、はい、またね、個人個人ぜひ、遊びに来てください。はい、ね、はい、で、今年12月25日がラストの放送です。新年一発目はですね、1月8日、8日の放送になっておりますので、こちらもぜひ、一週お休みなので、間違えないでね。曲がり間違っても1月1日に来ないでね。やりませんので。はい、ありがとうございます。さあ、鈴鹿編も、エンディングのお時間でございます。今週もね、最後までありがとうございました。来てますコメントでも、今年も楽しい放送ありがとうございました。ピラパラの皆さんもラストライブ頑張ってって来てますので、ごめん、今日いっぱいいっぱいもうコメントもあったけど、喋りすぎて読めなかったのは申し訳ない本当。また来年もよろしくお願いいたします。さあ、この番組はモデルタレント事務所カラズの提供でお送りいたしました。鈴カフェ、お相手は前城みすずとピラノパールス&バキュランでした。ありがとうございました。またのご来店を心よりお待ちしております。それではエンディングナンバーです。今日のエンディングナンバーはピラノパールス&バキュランでスタートダッシュ。Na na na.